野球韓国代表のソンドン・イオル監督が4日午後、ソウル市内で記者会見を開き、アジア大会2018ジャカルタ代表選抜過程での疑惑を釈明した。アジア大会で金メダルを獲得してから約1ヶ月ぶりの行の場となる。この日の記者会見でソン監督は韓国内で物議を醸しているオジファンの選抜問題について、 コーチングスタッフでのマルチ要因も考えたが、マルチポジションになる選手のうち成績がそう選手がいなかった。当時オジファンは遊撃手のうち2番目に良かった。ただし、国民感情や青年たちの心を理解できなかったようだ。成績だけを考えたことを申し訳ないと思うとして国民と野球ファンに了解を求めた。 これを前にオジファンに関する疑惑が報じられていた。彼が兵役逃れを望み政策によって代表入りしたという内容だ。韓国ではアジア大会で金メダルを獲得すれば兵役免除となる。約2年間の兵役期間はアスリートにとって致命的でもある。今年のアジア大会で兵役免除となったのは40人にも上る。 また野球の場合は相手クニカの選手が社会人の場合も多く、その点も指摘されていた。